1953年、安田徳太郎は、医師、歴史家。京都市生まれ、京都帝国大学医学部卒。妹は、高倉テルプ人。父の死後一家が、おばの経営する旅館に引き取られる。1920年、京大医学部入学。在学中から、いとこの山本信春の三次制限運動に関わる。1930年医学博士。 さらに無産運動に関係し、医師として、これを支援。1933年、共産党審判として検挙された。1942年には、ソビエト連邦のスパイ事件である、ゾルゲ事件に連座し、逮捕、有罪判決を受けた。また、唯物論的科学思想史の研究を行い、ジークムントフロイトの翻訳などをする。戦後は、人間の歴史や、 万葉集の謎などで歴史家として著述活動を行った。門外の立場から日本語の起源はレプチャ語であるとする説を唱えた。長男は安田一郎。言語学者の服部ト郎は人間の歴史を興味深い内容が平易に書かれているとして高く評価している。一方でその中の日本語の起源に関する部分において安田の学説批判が 政治的な背景や個人的見解に基づいており、研究過程を無視していることや、研究手法の誤りを指摘、反論している。後に、安田は、万葉集の謎において、自身の研究は幼稚であったと、自己批判し、また、人間の歴史における説を撤回した。以降は、この指摘を考慮に入れた研究がなされている。服部は、安田のこの率直な姿勢を、 尊いものだと述べている。ありがとうございます。